さんこんにちは、橋本でございます。以前にセッティングパウダーのデパコス編っていうのをアップしたんですけれども、プチプラ編でもやりますねっていうことでご案内してたと思うんですけれども、今日はそのプチプラのセッティングパウダー 1,2,3,4,5,6 選ご紹介していきたいと思います。まあ、でもメーカーさんによったらそのセッティングパウダーっていう名前ではなくて、あの別の名前で販売しているメーカーさんもあるんですけれども、橋本がここのメーカーさんのいわゆるセッティングパウダーっていうのはこれかなっていうので、独断で選ばせていただきました。残念ながらすいません、あのどれだけ持つかとか崩れ検証とかちょっと時間がかかるものはごめんなさい、今回動画撮れてないんですけれども、この手でどんな感じか装置していきたいと思います。で実際にどう違うのか比較していきたいと思います。はい、では早速いきますね。まず1点目、こちらインテグレートのスーパーキープパウダー、これはですね、こういうシアーベージュ一色で、SPF15 の PA1 プラスっていう表記がありました。で、1430円で無香料です。一色ですね。で特徴はあのセッティングパウダーの特徴そのものなんですけれども、皮脂を抑え、テカリ、ヨレを未然にブロックして、薄く重ねて毛穴、キメの目立たない美肌へ導いてくれますと。いうことで、こういう肌色です。はい、で2つ目がビセ、はい、ビセのフォギーグローフィルターっていうパウダーです。で、お色が00ホワイトとこちらの01パールブルーっていうのがあって、ホワイトがパールが入ってなくてこっちがパール入ってたので、ちょっと珍しくこれだけブルーを、ブルーって言ってもね青くは出ないんですけれども、 SPF と PA の表記はなしで、1760円で無香料です。こんなツヤツヤになりますね。でこれも皮脂吸着パウダーが入っていて、皮脂崩れ、テカリを防ぎ、毛穴レスなサラサラな肌へっていう謳い文句です。はい、この2つをそれぞれ手につけていきたいと思います。ベースには、チフレの UV リキッドファンデーションね、これウォータープルーフだし実験には、ね、すごく、ね、いいなと思ったので、これを両手に、はい、同じぐらいの量つけて、この上にパウダーつけてみますね。ではまずこのインテグレートから、はい、ちょっとベージュ肌色です。全体にとって、結構たっぷり目につけました。こんな感じ、全然綺麗ですね。なんかサラサラだし、あの肉眼で見るとベージュ色なのでちょっとだけ薄い被膜感はあるんですけれども、もうそんなもちろん厚ぼったくは見えないですね。うん、はい、じゃあこっち行きますね。次ビセ、こっちです。この中に含まれてるパウダーはタオルでしっかり拭き取ってから新しいのを取ってます。はい、で全体に取りますね。でこっちにつけます。くるくるー、こっちの方がツヤはありますね。わかるかな。これはもう見てわかるようにこちらの方が綺麗なツヤが出ました。はい、恒例のお水の実験行ってみますね。こっち側インテグレート、大丈夫ですね。はい、でこっちビセ、こっちも大丈夫ですね。これ基本的に、下につけたファンデーションがしっかりウォータープルーフだったら基本的にはこうやって弾きます。はい、下のファンデーションがねウォータープルーフじゃなかったら結構ドロロドロロンってなります。はい、
これ一回拭きますね。しっかりクレンジングで落として次いきます。あ、これね、すいません、それぞれ専用のこうやってスポンジがついてますので、スポンジでふわふわっとつけてもらったらいいかなと思います。橋本がおすすめするつけ方はブラシです。はい、今みたいな感じでブラシでつけた方がいいと思います。では3つ目いきますね。こちら、はい、ケイトの 3D リメイクプレスドパウダー。これもふわふわのこうやってパフが中についてて、この色はライトコーラルっていう明るい方の色です。もう1個02のナチュラルっていう色があるんですけれども、これはクリアの方、明るい方の色を選んでます。これも、SPF と PA の表記はなしで、1760円の無香料です。これももちろん皮脂崩れしにくいっていう特徴と、サラサラパウダーがフィットして薄く薄膜に仕上げてくれるっていう効果があって、でこれケイトだけですね、こうやって2色に分かれてるんですよ。分かりますかね。でこちらが顔色アップ効果のあるパウダーで、これがねちょっとパールが入っていて、ハイライトになるんですよ。はい、そういう風に書いてましたそういう風に使う、でも別に混ぜて使ってもいいと思います。くるくるっと混ぜて使っても綺麗かと思います。私混ぜて使った方が使いやすいかなと思うので、はい。でもう一つ4つ目ね、こちらキャンメイクのシークレットビューティーパウダー01のクリアとナチュラルのベージュがあるんですけども、これもね、クリア透明の方にしました。白い方にしました。でこれも SPF と PA の表記はなくて、935円の無香料ですね。はい、でこれもちろんソフトフォーカス効果があって毛穴とかテカリも抑えてくれるんですけれども、ファンでつけたくない時にこれだけちょっとつけてもいいよっていう、これ今ここです、ここにつけました。そういう感じで売ってますね。ではこれ手につけていきたいと思います。さっきと同じようにチフレさんの、またどっか行ったよ、なんでな、ほんまに。はい、じゃあケイトからいきますよ。しっかり中身取って、これちょっと混ぜますね。くるくるっと。こんな感じで結構ついたな。なんかどれも綺麗ですよね。もうプチプラもめっちゃ優秀ですけど。ほら。これね、こっち側が。ますね、分かるかな、こんな感じでパールツヤツヤになります。でこの顔色アップのこのお白いね、これはここにつけました。今そんなにツヤツヤにならないんですけど、分かりますかね、これがハイライト、はい、これが顔色アップね。こうやって2色入ってます。なので混ぜて使うといい感じのツヤになると思います。はい、でもう1個キャンメイクいきますよ。めっちゃ持ち運びにいいですよね、このサイズ。めっちゃしっかりつきますね、こうやって筆に。なんかね、そこまでツヤは出ないかな、キャンメイクの方は。自然ですよ、自然なツヤは出るんですけど、そこまで肉眼ではね、そんなに、ほんと自然なツヤです。はい、こっちの方がちょっと綺麗にキランって光ると思います。ケイトの方が嫌味のないツヤが出ると思います。綺麗ですね。優秀ですけど、はい、全然優秀ですけど。はい、お水いきますね、ケイトの方ね。こんな感じで大
大丈夫ですね、弾いてますね。でこっちもキャンメイクの方も大丈夫ですね。うん、はい、大丈夫、弾いてます。よし、次行きます。次はですね、5つ目ですね。はい、エクセルのラスタリングシアーパウダー、こんな感じでちょっと青っぽく見える白です。 SPF と PA の表記はなくて1980円でした。無香料でこれ1色です。透けるように軽い滑らかなつけ心地で、5色のパールで立体感のあるツヤ感を演出。5色のパールが入ってるってすごいな。え、なんかもうほぼつかない、すごい軽い。あ、なんかなんとなくツヤがわかりますね。で4種類の美容オイル配合って書いてますね。本当や、なんかスルスルします、すご。うん、なんかね、白く見えるのに全然取ったら白くないですね。で最後、はい、セザンヌですね。セザンヌの毛穴レスパウダー、色はクリアだけでこの色ねSPF と PA の表記はなくて、748円無香料です。これも微細パール入り、ほんまや、微細、めっちゃ薄付きや、ほんのりツヤ仕上げ、ミネラルパウダー入りだって。ミネラルパウダー入りでお肌に優しいって書いてる。なんかがっつりとってもこんな感じ。え、すごいな、これ皆さん748円ですよこれよし、ちょっと実験いきますね、はい、最初から最後まで同じファンデーションを使ってます。このチフレのファンデーションで塗ったらサラサラになるタイプなので、筆にべったりつくことはないので、全て同じ条件で評価できていると思います。あ、エクセルちゃんいきますよ。あ、なんかね、ほらつくのも自然につきます。がっつりつく感じじゃなくて、筆に取った時もいきますね。くるくる、全然いいと思うけどほら、綺麗な自然なツヤですね。はあ、すごすごいな。昔白いパウダーってね、なんか結構ね、塗るとね真っ白になってたんですよ。それがね、やっぱり進化がすごいな。よし、こっち行きますね。セザンヌ、なんかこれも良さげない。あ、これはね結構取れます、ほら筆で取ると。このまま行きますね。くる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 、結構取れるけど、ツヤはセザンヌの方が出てると思う。この私が選んだやつすごいんちゃう、これ全部いや綺麗ね、サラサラやし。よし、こっちのエクセルからちょっと弾きますね、ちゃんと、ほらピヨーンって。うん、こっちも大丈夫。ちょっと感動してます私やるな、プチプラ。プチプラ言うたってね、もう金棒資生堂厚生さんがあって、エクセルとセザンヌとキャンメイクっていう王道の、ね、メーカーさんなんで、そりゃもうすごいですね。え、ちょっと感動したぞ。まとめますね。
ツヤがいい感じで出たのはこのビセの薄いブルーフォギーグローフィルターとセザンヌ、これがいい感じのツヤが出ました。でこのインテグレートとキャンメイクはそこまでツヤは出なかったですね。はい、そこまでツヤ出ないんですけど、あんまりツヤツヤにしたくない方とかナチュラルな感じで仕上げたい方はこれがいいと思います。自然体な感じ。はい、でケイトとエクセル、ケイトはちょっとその皮膜感っていうのは出るんですけど、セッティングパウダーとしてはパールも入ってるので混ぜたらパール感が出ますし、このパール単体で使ってハイライトに使ってもいいって書いてました。はい、これは一石二鳥いいと思います。お白いの方はツヤはないです。こっちだけですね、ツヤは。はい、でエクセルもツヤはね、綺麗なツヤは出るんですけど強いツヤではなかったです。でもね、なんていうのかな、相対的に見てこれが一番いいんじゃないかなって思いました。全部いいんですけど、ブラシに取った時の感覚とか、つけた時の感覚とか、あと水ももちろん弾いたし、そうだからファンデーションがウォータープルーフのものを使うのが大前提なんですよね。崩れないっていうのは、あと下地もね、崩れにくいものを使うっていうのが大前提なんです。崩れにくさを重視するのであれば、うん、なので今日はファンデーションは美容液成分の高いものではなくて、しっかり水を弾くものを選びました。でその上でそれぞれのお粉をつけて、さらに水を弾くかどうかチェックしました。全部いいんですけど、順位をつけるとすると、私の個人的な感覚ですよ、年代も合わせて若くないからそれも考えると、どうかな、こうかな、1位エクセル、2位セザンヌ、3位ビセのパール入りね、4位ケイト、5位インテグレート、6位キャンメイクでした。強いて言うならですよ、はい、この基準は自然なツヤが出てるかとか、被膜感があるかないか、被膜感がないものを順位を上にしてます。それを基準に選びました。いやちょっとでもね、私もこれ初めて自分で実験したんですね今日。いやでも感動です。別にデパコスじゃなくていいと思う、自分で使うのはですよ、うん、いやー私少し前まではその色付き、こういう色付きのものがやっぱり白浮きしないと思ってたんですけど、処方とかその成分の進化がすごくて、ここまで白くてもこの子自体が薄付きに仕上がってるんですよね。薄膜を張る感じ、その薄膜っていうキーワードはやっぱりかなり広まってきていて、いかにその崩れにくいパウダーだけど薄膜で仕上げるかっていうところに着目してるパウダーが多いなって思いました。だからすごいいいのができてるんだなって感心しました。皆さんプチプラで全然いけますまあお仕事とかだとちょっとやっぱり抵抗あると思うんですけど、自分で使う分には全然いいかと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。ぜひ参考にしてみてください。今回は以上になります。ありがとうございました。またお願いします。あ、よかったらチャンネル登録お願いいたします。はい、ではさよなら。